では続いて畑づくりの話に入っていきます。まずは元肥の例なんですけれども、一般的にはこれがトマトの、元肥の量の基準となっています。トマトとミニトマトで同様なんですけれども、窒素が10キロ、リン酸が20キロ、カリウムが40キロというふうになっています。で、これ、初めて見る方はカリウムが多いんじゃないの？っていうふうに思われると思うんですけれども、まあ、昔ですね、トマト、カリウム、もう少し低い量が基準というふうにされていたんですが、それですと、生育の途中でカリウムが不足してですね、葉っぱの先が枯れてきちゃって、その枯れてきた葉っぱの先から病気が入りやすいっていう問題があったんですね。で、おそらく、試験場の方が試験されたんだと思われるんですけれども、まあ、最初から40キロやっても問題ないし、40キロやった方が、その葉先枯れが起こりづらいという結果があったようでして、それでこういった数値になってございます。で、当然なんですけれども、これは土の状態があくまで標準的なものの例です。土の状態というのは、もともとその土が肥沃かどうかっていう状態の違いがありますので、まあ、肥沃な土でしたら、もちろんこれより減らさなきゃいけないですし、痩せている土であれば、まあ、これよりやらなければならないっていう場合もあります。ですので、まずは土の状態を知るために土壌診断をして、その結果を見て、元肥をどう調整していこうかって考えるのをお勧めします。続いて、畝作りの例です。まあ、これはいろいろなやり方があるんですけれども、あくまで一例ということで、まあ、これ、畝を上から見た図のつもりなんですけれども、まあ、多くの場合が、マルチフィルムで被覆しますね。で、現場で、多く使われているのはダークグリーンのマルチかなと思います。で、高畝にされている方が多いですね。で、マルチの下に、灌水チューブを、通してあげます。で、上穴はこれくらいの位置に来るので、畝穴より、外側に私は通してますね。現場では内側に通される方も、見たことはあるんですけれども、まあ、水をやってる方に根っこが張っていくかなと思いますので、私は、まあ、根を、まあ、内側でこう喧嘩しないようなイメージで、外に灌水チューブを貼ることにしてます。で、畝の幅は、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけれども、私は80センチでやってます。で、この上間は、50センチで。で、株間も、いろんな株をやられてる方がいらっしゃると思うんですけれども、うちでは40センチということでやってます。で、苗を、まあ、このように、植えるんですけれども、このポイントがですね、収穫作業をしやすくするために、花は通路側に向けて定植するのがポイントになります。これはですね、トマトという植物が面白いもんで、花をつけると、その上に葉っぱを3枚つけて、で、また同じ方向に花をつける。まあ、大体同じ方向っていうことなんですけど、そういった特性があるんですね。で、そういったことがあるので、一番最初の花を、通路側に向けておけば、後の花も大体通路側を向いてくるということで、で、これを逆に内側に向けちゃいますと、果実も全部そっち側についちゃいますので、収穫がしづらくなっちゃいます。なので、収穫しやすいように外側に向けておくというのを忘れないでください。そして続いて定植作業です。まず、植え付け前の作業なんですが、先ほども言った畝作りですね。で、十分に灌水して湿らせておきます。で、ポイントは十分な灌水と地温の確保ということで、まあ、播種するときと、鉢上げするとき、まあ、これと全く一緒ですね。続いて、植え付けをするときですが、まず、植え穴を開けてあげます。
まあ、これもいろんなやり方されてる方はいると思うんですけれども、まあ、うちではホーラーを使って思いっきり穴を開けますね。で、そして植え付けと。そして、最後に灌水してあげます。で、ポイントなんですけれども、畝穴を開けるのは定植直前にするのがいいかなと思います。これもあんまり定植作業の、前の日に、何日も前に開けてしまいますと、せっかく確保した地温がそこから逃げてしまいますし、また場合によるんですけど、ホーラーを使って大きく穴を開ける場合はですね、何日も前に開けてしまいますと、土が乾いて穴が塞がってきちゃいますので、で、あと、芯止まりになってないものを植え付けると。植え付けの深さについては、鉢上げの時と一緒ですね。植え付け先の地表と、植え付けるものの地表をイコールにしてください。また灌水も同じなんですが、汲み置きなど、ぬるい水で、なじませる程度に、やるのがいいんですけれども、まあ、量が量ですので、暖かい日中などを見計らってですね、灌水チューブなので一気にやるのもいいかなと思います。で、この時も馴染ませる程度に、やりすぎないように気をつけてやってください。